はいどうもブーチャンネルのブーちゃんです。よろしくお願いします。今回もまたね17ライブについてのお話です。でお題なんですけれども、今回はねギャングについての説明をしたいと思います。ギャングって聞くとねなんか悪いイメージを持ったかもしれないんですけれども、17で言うギャングっていう意味合いは全く違うので、その点はご安心ください。ギャングとはギャングスターと呼ばれる人が作るコミュニティのようなものですね。つまり仲良しグループみたいなもので、まずねギャングを作るためには何が必要かっていうと、自分のレベルが30以上にならなければいけません。でそこで初めてギャングスターとして自分のギャングを作ることができるわけです。でこのギャングに入れるメンバーなんですが、ギャングスターから誘いを受けた人しか入ることができずに、でギャングで書かれている、内容っていうのはそのギャングのメンバーしか見ることができません。でこのギャングの利用方法ですけれども、一般的に見られるのがイベントや配信時間などの告知、あとはイベントでの作戦会議で、あとは日常的な挨拶とかたわいもない雑談とか、そういったやり取りですよね。でギャングのルールっていうのはこれっていう明確なものはなくて、そのギャングスターが定めたルールがそこではギャングのルールとなります。なので基本的に何を書いても OK っていう人もいれば、ギャング内ではイベントに関する情報以外は受け付けませんとか、自身のイベントの告知などはしないでくださいとか細かく定めているギャングもあります。あとライバーさんで自分のアーミー、つまり自分のファンしか受け入れしていないギャングもあるので、当然そこだと他の配信者の告知とかはできないですよね。ある意味ルールがあまりにも厳しいと息苦しさを感じて退会していくメンバーもいます。でギャングの定員数には上限がありまして、500人までとなってます。でギャングに加入するに至っては特にね料金がかかるっていうことはありませんけれども、ギャングメンバーには順位みたいのがあるんですよ。でこれ正確に順位付けされているわけではないんですけれども、ギャングメンバーの一覧に載る名前にはそのギャングスターへの貢献度、それの高い順に名前が並んでいます。で数字として脇にも表示されているので、どれだけそのライバーさんに貢献してきたかが一目でわかるわけですよ。で厳しいギャングだとメンバーで貢献度が低すぎる、つまりギフト応援をしなかったメンバーは強制的に退会させられるギャングもあると言いますんで怖いですよね。ただギャングを作っているのは何もライバーだけではなくて、リスナーでも当然レベルさえ条件に達せればギャングを作れるので、リスナーさんのギャングももちろんあります。で基本的にギャングは一人で一つしか作ることができません。でもしまた一から作りたいってなると、一度そのギャングを解体しなければいけません。でギャングによってはやたらめったらメンバー加入をしすぎて、ギャングそのものの統制が取れなくなって維持できなくて解体するギャングもあるので、メンバーの人選には十分に注意しながらギャングなどを作って楽しんでいただければと思います。